るって一体何を言うつもりなの？忍ぶあんたたち、さっきやそらのこと物静かとか手がかからないとか言ってたけどさ、そもそもその時点で大間違いなんだよ。知ってるか？エソラ一人でいるのが嫌で、私たちを食事に誘うことがあるんだ。一回じゃない、何回もだぞ。なんでかわかるか？あんたたちがエソラを一人にしてたからだよ。エソラが寂しがってることに気づかなかったからだよ。どうせ私は大丈夫ですからとか、エソラの言うことをただ信じて、それ以上何も考えなかったんだろ。疑いもしなかったんだろ。手のかからない子に見えたのは、エソラが自分を押し殺して必要以上にあんたたちに気を使ってきた結果だし、本当はエソラだって言いたいこともしてほしいこともいっぱいあるんだよ。気づけよ。忍ぶ、もういいから。いや、よくない。自分の家族だぞ。ちゃんと見てやれよ。ちょっとぐらい気づいてやれよ。エソラはな、一人で飯食うのだって嫌がるくらいすっげえ寂しがり屋なんだよ。他の家族が来てくれてるライブで自分の家族だけいないなんて何も思わないはずないじゃん。エソラのことだし、あんたたちがその気になって調整すれば来られそうな日とか選んでたんじゃないか？そんなことは。でもあんたらは気づかなかった。仕事を選んだ。エソラは手のかからないいい子だから今回も分かってくれるって思い込んで、あんたたちはずっとエソラに甘えてたんだよ。悪いけど、私先に帰る。帰るって？ちょっと、忍ぶ？料理ごちそうさま。味はすげえ良かった。あと、今更だけど、せっかくの食事会なのに空気悪くしてごめん。忍ぶ！お父様ごめんなさい。忍ぶったら。お父様？何が？それは。はあ、やっちまった。ついカッとなってやっちまった。本当はあんなことする気なんてなかったのに。でも、あんな様子見てたら言いたくなるだろう。だいたい、エソラはいつもそうなんだよ。他人のことばっかり優先して、自分のことなんて二の次三の次で。しかも、それに親が全く気づいてないなんて。でも、家にはそれぞれ事情ってもんがあるし、それを他人の私が言うのは間違ってるよな。でももう言っちまったしな。うん。エソラから。今出るのはちょっと気まずいな。よし、逃げよう。逃がさないわよ。なあ！いつの間に？いきなり出て行っちゃうんだもの。びっくりしちゃった。悪い。忍ぶ！あ、いた。よかった。エソラのお父さん、こっちです。なんでみんな来てんの？そりゃもちろん、忍ぶはピキピキにとって、それに、私にとっても大事な存在なんだから。大事な存在って、そんなこっぱずかしいことを面と向かって言うなよ。あらあら、照れちゃって。相変わらずラブリーね。え、えっと、
なんで？感謝とかする要素どこにあんのさ。それは、うん、エソラとご両親から直接聞くのが一番じゃない？どういうことなんだよ。